私たちが神樹様の勇者になってから1ヶ月半経ちました。神樹様が作った防御結界樹海の中で人類の敵バーテックスを迎え撃つことが勇者のお役目。風先輩の話ではバーテックスは12体、全部をやっつけたらお役目は終わるってことだから頑張らないと。来た。あれが5体目。落ち着いて、ここで迎撃するわよ。1ヶ月ぶりだからちゃんとできるかな。ですね、ここをゴー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 、出せば大抵なんとかなる。しのごの言わずビシッとやるわよ。はい、勇者部ファイト。あー、東郷さん。私じゃない。ちょろい。思い知れ、私の力。あの子一人でやる気。おかしい。なにこれ、見えない。そんな目くらまし気配で見えてんのよ。せ、熱商業無常。こんな連中が神樹様に選ばれた勇者ですって。は、何よチンチクリン。チン、私は三好カリン、大社から派遣された正真正銘正式な勇者。つまりあなたたちは用済み。はい、お疲れ様でした。いいですか。今日から皆さんとクラスメートになる三好かりんさんです。はあ。三好さんはご両親の都合でこちらに引っ越してきたのよね。はい。編入試験もほぼ満点だったんですよ。いえ。さあ、三好さんから皆さんに挨拶を。三好かりんです、よろしくお願いします。はあ、なるほど、そうきたか。編入生のふりなんてめんどくさい。でもまあ、私が来たからにはもう安心ね。完全勝利よ。なぜ今このタイミングで。どうして最初から来てくれなかったんですか。私だってすぐに出撃したかったわよ。でも大社は二重三重に万全を期しているの。最強の勇者を完成させるためにね。最強の勇者。そ、
あなたたち先遣隊の戦闘データを得て完璧に調整された完成型勇者、それが私。私の勇者システムは対バーテックス用に最新の改良を施されているわ。その上、あなたたち東城とは違って戦闘のための訓練を長年受けてきている。黒板に当たってますよ。しつけがいのありそうな子ね。なんですって。喧嘩しないで。まあいいわ、とにかく大船に乗ったつもりでいなさい。そっか、よろしくね、かりんちゃん。 いきなり下の名前嫌だった？どうでもいい、名前なんて好きに呼べばいいわ。ようこそ勇者部へ。は？誰が？かりんちゃん、部員になるなんて話一言もしてないわよ。え、違うの？違うわ、私はあなたたちを監視するためにここに来ただけよ。え、もう来ないの？また来るわよ、お役目だからね。じゃあ部員になっちゃった方が話が早いよね。確かに。まあいいわ、そういうことにしておきましょうか。その方があなたたちを監視しやすいでしょうしね。監視監視ってあんだね、見張ってないと私たちがサボるみたいな言い方はやめてくれない？偶然適当に選ばれた東城が大きな顔するんじゃないわよ。大社のお役目はね、おままごとじゃないのよ。何してんのよ、この腐れちくそ。下道め。下道じゃないよ、勇気だよ。ちょっと食いしん坊感なんだよね。自分の精霊のしつけもできないよ。じゃ、やっぱり東城ね。勇気にかじられてしまうから、みんな精霊を出しておけないの。じゃあそいつを引っ込めなさいよ。この子勝手に出てきちゃうんだ。はあ、あんたのシステム壊れてんじゃないの？ゲドーメン、そういえばこの子喋れるんだね。ええ、私の能力にふさわしい強力な精霊よ。あ、でも東郷さんには3匹いるよ。出ました。私の精霊は一体で最強なのよ。言ってやんなさい。諸行無常。達観してますね。そこがいいのよ。どうしよう、かりんさん。今度は何を？かりんさん、死神のカード。勝手に占って不吉なレッテル貼らないでくれる。不吉だ。不吉ですね。不吉じゃない。ともかくこれからのバーテックス討伐は私の監視のもと励むのよ。部長がいるのに？部長よりも偉いのよ。ややこしいね。ややこしくないわよ。事情は分かったけど、学校にいる限りは上級生の言葉を聞くものよ。事情を隠すのも任務の中にあるでしょ。まあいいわ、残りのバーテックスを殲滅したらお役目は終わりなんだし、それまでの我慢ね。うん、一緒に頑張ろうね。頑張るのは当然、私の足を引っ張るんじゃないわよ。ねえ、一緒にうどん屋さん行かない？必要ない、行かないわよ。もう帰るの？おいしいのに。かたくなな感じの人ですね。ふふふ。お姉ちゃんどうしたの？ああいうお堅いタイプは張り合いがいがあるわね。張り合うの？どうやったら仲良くなれるのかな。くだらない、学校なんて別に期待してなかったけど、想像以下ね。いいわよ、その調子。
耐えてるから。ねね、三好さん、うちの水泳部に入らない？興味ない。すごいね、かりんちゃん。みんなびっくりしてるよ。すっごいねって。勇気言うな。いい？勇者はね、すっごくないと世界を救えないのよ。勇者の戦闘力は本人の基礎運動能力に大きく左右されるの。あんたも勇者なら自覚を持ちなさい。先月勇者になったばかりだから。あんた、よくバカだって言われるでしょう。実はそうなんだよね。まったく、そんなんでよく勇者に選ばれたわね。仕方ないから情報交換と共有よ。は、分かってる？あんたたちがあんまりにものんきだから今日も来てあげたのよ。煮干し？何よ。ビタミン、ミネラル、カルシウム、タウリン、EPA、DHA、 煮干しは完全食よ。まあいいけど。あげないわよ。いらないわよ。じゃあ私のボタモチと交換しましょう。何それ？さっき家庭科の授業で、東郷さんはお菓子作りの天才なんだよ。いかがですか？いらないわよ。いい？バーテックスの出現は周期的なものと考えられていたけど、相当に乱れてる。これは異常事態よ。帳尻を合わせるため今後は相当な混戦が予想されるわ。確かに1ヶ月前も複数体出現したりしましたしね。私ならどんな事態にでも対処できるけど、あなたたちは気をつけなさい。命を落とすわよ。他に戦闘経験値を貯めることで勇者はレベルが上がり、より強くなる。それを満開と呼んでいるわ。そうだったんだ。アプリの説明にも書いてあるよ。そうなんだ。満開を繰り返すことでより強力になる。これが大社の勇者システム。へえ、すごい。三好さんは満開経験済みなんですか？いや、まだ。なんだ、あんたもレベル1なんじゃ私たちと変わりないじゃない。基礎戦闘力が桁違いに違うわよ。一緒にしないでもらえる？そこは私たちも努力次第ってことね。じゃあじゃあ、これからは体を鍛えるために朝練しましょうか。運動部みたいに。あ、いいですね。いつき、あんたは絶対朝起きられないでしょ。ゆうなちゃんも起きられないでしょ。なんでこんな連中が真珠様の勇者に。なせば大抵なんとかなる。お、何それ。勇者部五箇条。大丈夫だよ、みんなで力を合わせれば大抵なんとかなるよ。なるべくとかなんとかとか、あんたたちらしい見通しの甘いふわっとしたスローガンね。まったく、もう私の中で諦めがついたわ。私らはそのあれだ、現場主義なのよ。それ今思いついたでしょ。はいはい、考えすぎるとハゲるハゲる。ハゲるわけないでしょ。はい、じゃあここから次の議題、いつき。はい。というわけで今週末は子ども会のレクリエーションをお手伝いします。具体的には？折り紙の折り方を教えてあげたり、一緒に絵を描いたり、やることはたくさんあります。わあ、楽しそう。カリンにはそうね、暴れ足りない子のドッジボールの的になってもらおうかしら。はあ、っていうかちょっと待って、私もなの？昨日入部したでしょ。形式上ここにいる以上部の方針に従ってもらいますからね。それも形式上でしょ。それに私のスケジュールを勝手に決めないで。かりんちゃん、日曜日用事あるの？いや。じゃあ親睦会を兼ねてやった方がいいよ。楽しいよ。なんで私が子供の相手なんかを。いや、分かったわよ、日曜日ね。ちょうどその日だけ空いてるわ。よかった。よし、みんな揃った。緊張感のない奴ら。非常時にレクリエーションなんて。いただきます。
来てあげたわよ。誰もいないの？早すぎたかしら。だらしない。これひょっとして現地？しまった、私が間違えた。電話知っておいた方がいいわよね。あ、この番号、結城優奈、あっちからかかってきた。切っちゃった。かけ直した方がいいわよね。こういう時は、なんて言って、何をやっているの、私は。そうよ、関係ない。別に部活なんて花から行きたかったわけじゃないし。そうだ、神樹様に選ばれた勇者が何をのんきに浮かれてるのよ。私はあんな連中とは違う、真に選ばれた勇者。あいつらは所詮試験部隊。私は違う。私は世界の未来を背負わされている。期待されているのよ。だから、普通じゃなくていいんだ。滞りなし。電話したのに、なんで電源オフにしてんのよ。そんなことより何？何じゃないわよ。心配になって見に来たの。心配？よかった。寝込んでたりしたんじゃないんだね。うん。じゃ、上がらせてもらうわよ。ちょっと！何勝手に上がってんのよ！意味わかんない！殺風景な部屋。どうだっていいでしょ。まあいいわ。ほら、座って座って。な、何言ってんのよ。これすごい、プロのスポーツ選手みたい。勝手に触んないでよ。わー、水しかない。勝手に開けないで。ね、やっぱり買ってきてよかったでしょ。なんなのよ、いきなり来てなんなのよ。あのね、ハッピーバースデーかりんちゃん。かりんちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう。どうして？あんた今日誕生日でしょ。ちゃんとここに書いてあるじゃない。ゆうなちゃんが見つけたんだよね。あって思っちゃった。だったら誕生日会しないとって。歓迎会も一緒にできるねって。うん、本当は子供たちと一緒に児童館でやろうと思ってたの。当日に驚かそうと思って黙ってたんだけど。でも当のあんたが来ないんだもの、焦るじゃない。家に迎えに行こうとも思ったんだけど、子供たちも激しく盛り上がっちゃって。結局この時間まで解放されなかったのよ。ごめんね。どうした？かりんちゃん、あれ、ひょっとして自分の誕生日も忘れてた？アホ、バカ、ボケ、おたんこなす。何よそれ。誕生会なんてやったことないから。なんて言ったらいいかわかんないのよ。お誕生日おめでとう、かりんちゃん。飲め飲め。コーラで酔っ払うんじゃないわよ。こういうのは気分よ、気分。楽しんじゃえるのが女子力じゃない。あ、折り紙練習してたんですか？すごい上手。見るな。勇者部の予定と私たちの遊びの予定、勝手に書き込まないで。勇者部は土日にいろいろ活動があるんだよ。忙しくなるわよ。勝手に忙しくす
するの！そうだよ、忙しいよ。文化祭でやる演劇の練習とかもあるし。演劇？あれ？いつ決まったんですか？あれれ？もしかして私の中の勝手なアイデアを口走っちゃっただけかも。バカなの？いいね、演劇。決まり！今年の文化祭の出し物は演劇でいきましょう！っていうか、私を話に巻き込まないでよ！いいじゃん、暇だったんでしょ。忙しいわよ、トレーニングとか。一人で暗っ、うるさい。よかったね、ゆうなちゃん。じゃあ私ら帰るね。帰る帰る、また来るね。あいつらゴミを大量に増やしていって、まったく、どれだけ食べるのよ。あれ、ボタン持ちって、はっ、了解っと。うっさい！なんなのよ、もう。全部が楽しくなるか。世界を救う勇者だって言ってるのに。マイクをよこしなさい。今日も可愛いぞ。アルバーガー。了解。私の理由なのよ。理由なんて何も